思わず手を合わせたくなる彫刻。彫刻家加藤義山、仏師でもある彼は数々の宗教彫刻を手掛けながらも、その卓越した技術と独自の美的感覚により、もはや宗教を超えた祈りの彫刻を作り出します。本来は木材を接合するための春日井は、長年木と鉄と共に暮らしてきた私たち日本人の美意識の結晶のように感じました。宗教彫刻が現代アートになる瞬間をぜひ味わってみてください。